またですね、時刻21、いや違う、9月21日2023年、時刻は20時47分、さっき45分頃に子供の音、また春山整骨院に誰か来てますね。営業時間、いつまでたっても守ろうとしない。だから真面目に仕事をする人間が集まってきてないところだから、国の税金ばかり高くてね、で消費税上がりまくって、それでもまだ自分の家のローンだとかなんだとか、もう車売却すればいいんですよ。そうすれば余計な金使わないんだから。もうついつい車飽きよう。YouTube で淡井圭介の履歴、そこからアクセスして、ホームページ淡井圭介の履歴は YouTube へアクセスして36番とか見ないと。営業時間8時までやで。春山整骨院集まってきたらあかんよ、タムロしたら。一回判決出てるから。判例でそもそもこんなに住宅地に春山整骨院みたいな商業施設作っちゃダメなの。介護でも同じや。言ったけども絶対返事せえ。もう卑怯な連中ばっかりや。テレビ局絡みの人間で淡井圭介に電話かけてこない人間と同じ。自分の電話番号がバレたら困る連中ばっかりやからや。